未来のことなんてわからないなな。な、どうしようかな。まあ堀江さん、堀江さんにしましょうか。堀江さんにしましょうか <laughs> 堀さん。堀江さんの近畿大学卒業スピーチとかにしましょうか。まあね、未来のことなんかわからないと。誰が10年前歩きスマホをみんながしてるってイメージできましたか考えることができましたか。僕でもできなかったでしょ。ライブドア全盛期 IT バブル、IT 長者、そんな僕でも。 それは言ってないですけども <laughs> そんな僕でもスマホがこんだけ普及するなんて誰も思ってなかったと僕も思ってなかったとだからまあ今の考え方今の常識で考えるとまあ10年後 EV がガンガン走ってるっていうのはまあイメージすることは難しいですよね物理的に考えていやその何すかねあのガソリンスタンドは給油所いっぱいあるけどそもそも電気スタンドどうすんのみたいなでもこれもしかしたらですよ もしかしたらもうそもそも電気スタンドいらねえみたいなね。技術が発達して、もう走ったら、走った分だけの電気がもう生成されるみたいなね。うん、今も自転,自転車とかもそうですけども、まあ今の車もそうなんですけども、まあある一定は発電な、自転車とかも、なんですかね、このライト、ウィーンみたいな昔のやつとかは、あのこうウィーンみたいに動いてライトがこう、ウーンってこうつくみたいなね。<laughs> でもそれの技術が、 1>, 1万倍とかになったら、1回転、この1回転の発電量ですよね。まあ、自転車の,あの昔の、その、なんだ、こう、回して発電するってやつで、この1回転でめちゃめちゃ発電するみたいな技術ができれば、もう、もはや、スタンドいらないんじゃないかみたいなね。走れば、だから1キロ走ったら10キロ分の電力が賄えるみたいなね、技術ができれば、もう、なんだ、発電がいらないんじゃないかなっていう。でもそれは多分 出てくるんじゃないかなだっても問題としてはやっぱそこじゃないですか EV の問題ってそもそもその電気スタンドないよねっていう話なんで逆を言うと電気スタンドなくても永遠に走れるみたいなねでもその永遠に走れる車を作ってしまうと社会的にあのその訴求ポイントがなくなっちゃうんで取れるとかね車を作ると石油を売れるっていうそのいろんなところが噛み合って動いてる部分があるんですけどもだから あのテスラがね、テスラが無限エネルギーっていうのを昔にもう考えてるんだけど、無限エネルギー排除されるみたいなね。<laughs> エネルギーを売ってる会社がどうすんねんっていう話になるから、テスラの作った技術っていうのは抹消されたみたいな有名な話がありますけども、まあ実際にね、作ろうと思えば作れるんじゃないですか。ただ大人の問題として、まあ世に出てないだけであって。 うん、ただまあ今後まあ10年20年30年まあ僕たちが生きていない100年後とかになるとまたその時代回背景は変わってると思いますしそもそも何十年前からもう無限エネルギーみたいなの出てたわけですしテスラが開発してたわけじゃないですか。うん。はい。だからまあ、うん、未来のことはわからないと。 で未来のことは分からないんだけど、未来どうなっていくのかなって考えることは僕は面白いことだし、それを否定的に言うのも面白いし、肯定的にも言うのも面白いし、あれはダメだとか、これはこうなるんじゃないか。いや、それは伸びないとかね、伸びるのかと。ドルは下がるのか上がるのかとかね。まあ、その論争ですよね <laughs>。久保さんが FX やってますから、まあ上がるのか下がるのかみたいなね <laughs>。そう。 でもまあ未来のことは分からないんだけども僕たちは考える力があるし想像する力があるしまあ久保さんもマージャン店をやっていた頃ネットビジネスでこんな動画を撮ってね稼いでるなんか全く1ミリもイメージできなかったことが今現実として起こっているこの現実はあるわけですよねリアルにだから今はその電気スタンドがこうブワーっていうイメージはできないけどできてるかもしれないと。 マージャン店やってた頃ネットビジネスで生計立ててるマージャン店畳むなんていうのは全く1ミリも持ってなかったあところがね今は現実となってるわけですから何があるかわからないってことですよね、うん、だから何があるかわからないからこそ面白いっていうところもあると思うんですよねうんはいいってらっしゃい